クロード・ロバート・イーザリーは、アメリカ空軍の軍人。最終階級は少佐。テキサス州出身。第509混成部隊に所属。太平洋戦争末期の広島原爆投下作戦、及び長崎原爆投下作戦において、気象観測機のパイロットを務めた。直前の7月20日には、皇居への攻撃は厳禁とされていたのにもかかわらず、パンプキン爆弾を皇居に投下した。 この独断行為は、昭和天皇の殺害を目論んだ行動とも言われている。8月6日の作戦においては、エノラゲイに数十分先行して、テニアン島を離陸し、広島上空の天候を観測して爆撃可能の情報を打電している。その後、東京への核攻撃に備えた演習に参加することになっていたが、日本の降伏により中止された。 1946年7月1日、イーザリーは、クロスロード作戦のエーブルテストに参加し、実験後に行われた、飛行機での待機中の放射性降下物の調査の際に、被爆した。妻が二度流産した後、ジョン・ハーシーの著書広島により自身の被爆と、被爆者の実態を知ったことから、以降苦悩することとなる。1947年に除隊した。退役後、 イーザリーは、数回強盗事件を起こして逮捕された。そして、イーザリーは精神に異常をきたしたとして、テキサス州、ウェーコのアメリカ軍の精神病院に一時隔離される。その後は妻にも逃げられ、酒に溺れる日々を送った。その後は、高等眼で声を失い、1978年に、ヒューストンで生涯を終えた。命日はくしくもクロスロード作戦で被爆した日であった。 死後、ヒューストンのヒューストン国立墓地に埋葬された。病院の中から哲学者、ギュンター・アンデルスとの文通を交わし始めた。アンデルスは、イーザリーの死後、交わされた書簡を、広島我が罪と、罰原爆パイロットの苦悩の手紙として、出版している。509混成部隊の同僚である、チャールズ・スウィーニー少佐からは、原爆投下作戦に従事したことにより、 精神異常をきたしたというのは、イーザリーンは戦後に、テキサス州で、雑貨屋に強盗に入り逮捕され、精神異常を理由に、罪から逃れるためにした、自己弁護の一つであり、でっち上げの話であると批判されている。第3話、原爆投下部隊、天才パイロットの光と、影テレビ朝日開局50周年、記念特別番組、原爆。 63年目の真実2008年8月2日、放送アメリカ軍は戦後における日本の占領政策の観点から皇居への爆弾投下や機銃装者を厳しく禁じており、イーザリーのこの行為は軍律違反とされた。戦術の番組の中では原爆投下作戦に参加した兵士にインタビューするシーンがあり、イーザリーは英雄になりたがっていた奴は 野心のある人物とイーザリーの行動を批判する意見が放送された。チャールズ・ W ・スウィーニー、私は広島、長崎に原爆を投下した、原書房2000年135ページ ISBN978 から4億5620万3218から1、ありがとうございます。